やはりか。崩れましたね。塩になって。このチリザマ。結果的にこやつらがアクルトゥルカの成り損ないであることを裏付けているか。つまりウォシスさんは本物より力はやや劣るもののアクルカを作り出せるということですね。おそらくは。だが一体どのようにして。それも気になるですが、一体何者なのです。それは分からぬが、かなり以前から裏で動いていたと考えた方がよい。トゥスクルの時からだからな。あいつめ、ずいぶん前から我らにちょっかいを出していたのか。いや、もっと以前からかもしれぬ。おそらくは帝の暗殺も。あの時から奴が裏で糸を引いていたと考えると虫唾が走る。落とし前は必ずつけさせねばならぬな。しかし、そこまでしてヤマトに混乱をもたらそうとは、奴の目論みは一体何なのだ。一つはっきりしているのは、奴を放置すればまた新たな悲劇の種をまくだろう。確かに、死体をもてあそんであの喜びを、まともな神経じゃないね。うん、小生もあのような男だとは思わなかった。ですが、これからどうしたらよいのでしょうか。決まっておる。あのような無礼者たちを好きにさせてはおけぬ。追いかけてマスターなんとやらを取り返すのじゃ。そやね、なんやいろいろうまいこと言って逃げられてしまったし。でもあの方々、なんだかすごく不気味な気がします。あの周りにいた方たち、どれほど深手を負っても平然としていました。痛みも死すら恐れていないように。そこが知れぬな。あの者たちといい、さっきの死に損ないの化け物といい、アクルカに似た力を使えるのです。今のまま迂闊に近づくのは危険かもしれませんね。この先兄様たちと同じくらいのアクルトゥルカが現れたとしても不思議ではないのです。分かっている。だがそれでも奴を止めなければなるまい。そうだね。そうとなれば早速出発じゃ。お待ちください。もなんじゃ、我らは先を急いであるのじゃ。何せ奴がまたヤマトに災いを持ち込むやもしれぬのじゃからな。それならばなおのこと。これを。これは。母様、もしかしてこれって。あなたにこれを渡すようにと、お守り代わりとでも思ってください。アクルカだと。なぜこのようなものがここに。そういえばトゥスクルの方々はアクルカを封ずる術を知っていた。だがアクルカにしてはあまりに。まさか。これをどうするかはあなた次第。もしかしたら必要とする時が来るかもしれません。いや、それこそまさかだ。こんなところに。ご厚意感謝いたす。アクルカか。なあなあ、ちょっとうちにも見せてえな。構わぬが気をつけよ。旦那が被ってるのと似てるんじゃない。ほとんどウリ二つなのです。でも使われている素材が違うような。はい、
お借りした方のものはすべすべしていて、まるで骨でできているみたいです。思ったより頑丈だな。骨のようだが音の響きが違う。もしかしてこれをかぶればオシトルのようなアクルトルカになれるのか。どうでしょう、我らのアクルカとは違う印象も受けますが。うむ、よし、試してみようではないか。聖女、お戯れを。内側は結構ヒヤリとしているのじゃな。あ、大丈夫ですか。いや、何も起こらんぞ。壊れているのか、それとも世にはアクルカをつける資格がないのか。悪ふざけはおやめください、聖女。そう怒るでない。ちょっと試しただけじゃ。クオもあんまり睨むな。していい冗談と悪い冗談があるかな。では、これはそれなしが預かり受ける。それでよいな。大事にしてほしいかな。元より心得ている。いろいろ騒がしくして申し訳ない。本来なら後始末をしていくべきなのだろうが。事情は察しています。お気になさらずに。お気遣い感謝する。では我らは。クオ、よいのか。何のこと。クオン、あのエルルーという人はたくさんいるクオンの母親の中でも特別な存在なのだろう。言われなくともクオンの雰囲気を見ていれば嫌というほど伝わってくる。長く会っていなかった様子だし、積もる話もあるだろう。ここに残っても良いのだぞ。でもクオン、行ってらっしゃい。母様、私はここでいつまでも待ってますから。すまん。いいの、こっちこそ待たせてごめんなさい。ほら行こう。今はここにいたって何もできないんだから。ああ、そうだな。それにしても一体これからどこへ向かえばよいのでしょうか。奴の行く先ならおおよそ察しがついている。性病か。おそらくは兄貴の遺産を狙っているならそこを目指すはずだ。このままでは兄貴の身に危険が。急がねばなるまい。奴の後を追う。みんな急ぐぞ。行ってしまいましたね。ああ。いつの間にかあんなに大きくなっていたんですね。友達もとてもたくさん。どうしました？辛い思いをさせてしまったな。あの子にも、お前にも。そんなことありません。あの子ならきっと分かってくれます。だって私たちのみんなの娘ですもの。そうだな。本当に私でよろしかったんですか？ああ。すべてはあの者に、あの者たちに託した。これからの時代は彼らが、新しい世代が築き語り継いでいくのだからな。やはり追いつけぬか。すでにこの遺跡の外でしょうね。もう随分時が経っていますから。
現に奴らの背中どころか服の裾すら見えないからね。さすがに途中で追い越したなんて間抜けな話はないだろうし。ですがこうもやすやすとここから出られるものなんでしょうか。そうやえ、ここは結構広いし案内の人がおらんと開かん扉もあるえ。ここは本来不可侵の場所ですから。考えても始まらぬ。ここは深い森に囲まれ、ヤマトとトゥスクルの間には海もある。まだ追いつけるはずだ。お待ちください。ウルオカー様、もしやオルヤングル様なら誰がここを通ったかご存知なのでは。確かにその通りじゃ。あのお方はここを通ってはいません。ですがすでにこのトゥスクルから立ち去られました。やはりか。逃げ足まで早かったが、やってくれる。ウルトリー殿、今なんとトゥスクルから立ち去ったと言われたか。大社じゃなく、それってこちらへ。ご案内いたします。何ですか、あの不気味な物体は。まさかゲートか。ゲート、また聞き慣れない言葉が出てきましたね。ゲート、まさか知っているのですか。昔古紙伝で読んだことがあるのです。オンビタイカヤンの遺産、カナタとコナタをつなぐ扉。その通りです。ゲートのしるべをクリシモの、カナタとコナタを結ぶ道を築かん、そう言い伝えられております。まさかこれほど完全な形で残っているものがあるとはな。つまりこれを使えば世界中のどこへでも行けるということじゃない。はい、望む場所にゲートが存在していれば。トゥスクルにこのような技術が残っていたとは、なんだかよくわからんが、それはとんでもない代物だな。てことはこれを使ってオイスはもう。ここにあったゲートは長きにわたって休眠状態にありました。ゲートは資格をお持ちの方が鍵を使って初めて起動させられるものなのです。つまりこれを動かしたのはオシスに相違ないと。ですがこのゲートは一体どこへ通じているのでしょうか。今の私たちにそれを知る術はありません。しかし正常に機能しているのなら、鍵の持ち主が望む場所へとつながったはずです。つまりそれって帝都の金棒、おそらくは聖廟の地下。ありえる。起動はしていませんが、帝都とその周辺にいくつか確認されています。あそこは古代の遺物の集積場みたいなもんだ。ゲートも今まで使えなかっただけで残っていても不思議じゃない。おお、これがゲートか。なんとも不思議な光景じゃの。さすがの世もこれは初体験じゃ。みんなしっかりついてくるのじゃぞ。はっ、この先何があろうと正常の身は小生がお守りいたします。本当にこれに入るのか。一体中はどうなっている。これは今までにない経験ができそうやい。あまりはしゃぐと危ないです。ま、何事も出たとこ勝負、試してみないとわからないじゃない。動作は正常、問題なさそうだな。今なら奴を追える。これを使えということか。はい、そうです。しかしマスターキーを持ってすぐにゲートまで制御できるとは、本当に奴は何者なんだ。
知識が飛び抜けすぎている。まるで兄貴のような。旦那、このゲートってのは行った先から閉じることはできないのかい？できる。マスターキーは生きている遺跡のすべてを操る文字通りの鍵なのだからな。ということはどう考えても罠でしょうね。おそらくはな。着いた先が即戦場ということもあり得るわけか。面白い。それでも行くんだ。ああ、やつ、ウォシスの正体、あの言葉の真意を知る必要がある。この先罠が待ち構えているのは確かだ。どこに行くか、生きて帰れる保証もない。ついてきてくれるか。何を今さら。ここで引くのは女が廃るというもの。姉上が行かれるのですから、無論僕も行きますよ。元より俺は帝都に戻るつもり。そのついでだ、貴様に手を貸してやる。うちはこの先何があるのか楽しみやい。帝都の安寧のため、奴をこのままにはしておけんのじゃ。小生は今も正常の盾、どこまでもついていきまする。私は最後までオシトル様のおそばで力になりたいです。毒を食らわば皿までって言うじゃない。オシは俺が守るぞ。グーちゃんも心配ですが、シーちゃんも心配ですから。あの人を止めましょう、兄上。一生どこまでもお供いたします。兄様、まさか私にも聞くですか。みんな同じ意見みたい。そうか、愚問だったか。感謝する。うん、それじゃあ行こうか。皆様の目指す場所はこの先に。どうかお気をつけください。ありがとう、ウルお母様。ウルトリー様、行ってきます。世話になったな。私はただ自身の役目を果たしただけですから。それでも助かったのは確かだ。この礼はいずれ。どうかあの子たちをよろしくお願いします。施設内に非登録者を確認。ここより先は管理者の許可なく立ち入ることができません。繰り返します。とうとうここまで来た。真理に到達するための鍵は今我が手中にある。私こそが真の後継者、真羅万象すべてを擦れる者。さあ、すべての扉を開くのです。マスターキー確認。扉の全ロックを解除します。回避確認。ようこそ。参りましょうか。今こそすべての英知をこの手に。ああ、これがあの懐かしい。ここに来るのは随分と久しぶりです。本当に素晴らしい。これぞ彼ら恩美隊カヤンの残した偉大なる技術の一端。帝都の地下にこんな場所があるなんて、まるでおとぎ話に出てくる桃源郷のようです。美しい。まさしくここは桃源郷。これほどのものを想像しうる大いなる英知、そのすべてがこの私のものに。よくぞお越しくださいました。あなたですか。
てっきり死んでしまったものとばかり思っていましたよ。まあ、私には興味のないことですが。お久しぶりですね。お元気そうで何よりです。心にもないことを。まあいい。父上のもとへ案内してもらいましょうか。そう慌てる必要はないではありませんか。そうだわ。久しぶりなのですから、まずはゆっくりお茶でもいかがでしょう。寝ぼけたことを。そんなことを言わないで。ちょうどあなたの大好きなお菓子が焼けたところなのですよ。まるで私がここに来ることを分かっていたようなそぶりですね。一体何が狙いですか。そのようなこと。ああ、ひょっとして昔のように母上と呼んでもらいたいのですか。いいかよく聞け。私はお前たちの人形でもなければ愛玩動物でもない。そのようなままごとに付き合っていられるか。ままごとなどと。ただ私も我が君も。そこをどけ。これ以上私の邪魔をするようなら勝手に押し通るまで。オシス様。お前たちはここで待っていなさい。よい。ようやくお会いできましたね。ご無沙汰しております、父上。オシスか。お体の調子はいかがですか。少し痩せられたようですが。なに、すこぶる会長よ。前より良くなったくらいじゃ。我が君。ほのか、そなたはしばし下がるがよい。ですが。構わぬ。外のやたなわらべたちに茶でも振る舞ってやれ。承知いたしました。何かありましたらお呼びください。まさかあなたが彼女を下がらせるとは思いませんでしたよ。あれは少々口うるさいところがあるのでな。四六時中隣にいられてはわしも息が詰まる。たまには男同士腹を割って話すのも悪くなかろうて。のう、おしす。まったくあなたらしい。さあマスターキーよ、その証をここに示しなさい。認証確認。施設機能をレベル4まで解放します。この通りマスターキーをいただいてまいりました。ほう、まさしくマスターキー。はい、父上が夢うつつの中でも欲していたものですよ。遠い昔、文明世界が滅びようとも、人間の真の後継者たちによっていつか再建されることを願い、密かに受け継がれてきた至高の鍵。これさえあれば破壊されずに残った恩美大火炎の遺産全てが手に入る。そう、父上すら場所が分からず途方に暮れていた研究施設への出入りはもちろん、暗号化されていた英知を収めたサーバーへのアクセスも可能。遺産はこの私が全て継承いたします。父上が懸念されていた同胞たちにつきましても救って差し上げましょう。お前
理なのだ。今、なんと。申し訳ありません。よく聞こえませんでした。無理なのだ。お前ではホンビタイカヤンの遺産を受け継ぐことはかなわぬ。面白い冗談ですね。そうそう、そういえば父上が目をかけていた彼に会いましたよ。ん？おや、どうかなさいましたか？いやいや、ずいぶんとしぶといご人だ。てっきり死んだと思っていたのですが、まさかオシュトルと入れ替わっていたとは夢にも思いませんでした。私としたことがすっかり騙されてしまいましたよ。なのでついついちょっかいをかけたくなりましてね。ああ、ご安心ください。別に彼をどうこうしようと考えているわけではありません。ましてや亡き者にしようなどとは決して。ただ帝ともあろうお方がご執心なのです。どのような人物か知りたくなるのは当然というもの。何を気にすることがある。あれはあれ、お前はお前でよかろう。何もお前がわしの意志を背負う必要はないのだ。お前は思うまま好きなことをして生きればよい。本当に理解できませんね。あなたともあろうお方が私よりあんな試作品に執心するなど、あのような、あのような出来損ないに。違うのだ。わしはお前のことを。まあいいでしょう。遺産を継承したのはこの私なのですから。そうそう、申し遅れましたが、彼らもここに招かせていただきました。何をするつもりだ。ご安心ください。先ほども言ったように、私は彼をどうこうするつもりはありませんよ。私はね、まあ途中ほんの些細な事故があるかもしれませんが、その時は仕方ありません。それが彼の運命だった、それだけのことです。やめよ。あれは我らに残された最後の希望なのだ。手を出してはならぬ。お前は気づいておらぬのだ。あれの命が尽きるとき、それは全ての希望、未来が閉ざされてしまうのだ。お前にはまだ足りぬものがある。一人で背負うのではなく、せめてその荷をあれと分かち合えれば。それほどまで、それほどまでになのですか。そなた、希望、最後の希望ですか。ああ、楽しみだ。彼は私の正体を喜んでくれるだろうか。ではそれにふさわしい舞台を整えましょうか。さあ聖廟よ、その真の姿をここに表しなさい。了解しました。
到着。ゲートによる転送完了しました。位置を確認します。ヤマト、帝都、聖廟の地下と特定しました。同じ場所か？いや、こちらの方が使い込まれている。先ほどとは空気が違う。慣れ親しんだヤマトの地だ。そういや、トゥスクルの方は空気が澄んでいたが、ここは淀んでいるように感じる。うむ、まさか本当に一瞬にしてヤマトに戻ってしまうとは。恐るべき技です。小生も正直に申し上げれば半信半疑でしたが。みんな大丈夫？具合が悪くなったりしてないかな？少しめまいがするですけど、大丈夫なのです。私も特には。あ、ココポは大丈夫？なんだかすごく、ぎぼち悪いです。お水を飲まれた方がいいかもしれません。人によっては、乗り物に酔ったみたいになるという話を伺ったことがあります。それにしても、ここが聖廟の地下と言っていたが、本当なのか？さあ、外の景色が見えないので、僕たちには何とも判断しがたいのですが。そんなん気にしてる場合やなさそうやえ。危険度増大。何かがそこにいます。やつか。どうやらこちらが揃うのを待っていてくれたようだぞ。律儀なことだ。オシス。ああ、やっと来ましたか。ゲートの使い心地はいかがでしたか？なんだ？こいつ、いきなり現れたぞ。いやはや、まさかこんなに早くご対面とはね。待ちくたびれてしまいましたよ。せっかくおいでいただいたのですから、少しお話でもしませんか？なんやもったいぶって、ケチくさいな。なんだ、何かおかしい。オシスは目の前にいるはずなのに、気配が気迫で、まさか、これは。その様子、どうやらやっと気づいたか。この部屋には先ほどから殺気が充満しているが、奴から特に何も感じない。ここまで気配を消すことができると、これも奴の怪しげな技の一つなのか。無知なあなた方のことですから、ここに至るまで随分と驚き、怯え、戸惑ったのではありませんか。まさか聖廟の地下にこのような遺跡があるなど、思いもよらなかったのではないですか。ぜひとも無知なあなた方に世界の真実を教えて差し上げたいのですが。ごたくはもうよい。少なくともお前からは聞きとうないわ。オシスよ、もう逃がさぬぞ。観念して鍵をこっちに返すのじゃ。なんじゃ、体はすり抜けたじゃと。よく見たら体が微妙に透けているのです。オスタル、やはり立体映像か。そろそろ気づく頃合いですか。せっかちな方が愚かにも飛びかかって地団駄を踏んでいるのでしょうね。余計なお世話じゃ。ご推察の通り、これは立体映像。ほんの少し前の私の姿を映し取ってここに投影したものです。立体映像。また意味がよくわからないことを言い出したぞ。新しいおもちゃを手に入れたから自慢したいんとちゃう？姿を投影、影絵みたいなものなのでしょうか。なるほど、あれは幻のようなもので、本物のオシスさんはここにはいないわけですね。くそ、
足止めに録画映像を使ったか。さて、種も仕掛けもお教えしましたし、これであなた方も思い残すことはありませんね。では次の趣向を凝らすとしましょう。ぜひお付き合いください。喜んでいただけると嬉しいのですが。あれは、特別なグドゥアルダルを用意いたしました。何せアクルカ付きですからね。何？アクルカだと？ライコーさんに使っていただいた時に良いデータが取れましたからね。彼も少しは役に立ちました。思うでしょう、先ほど戦った相手とは比べ物にならない敵ですよ。ライカーはお前が。アニシャを愚弄する奴は許さん。今すぐこやつらを蹴散らして貴様のそっ首叩き落としてやるわ。今は考えている場合ではない。みんな構えろ。さあ存分にお楽しみあれ。ヤマト総大将を押し取る。参る。決着をつけようぞ。荒らせるぞ。これくらいで勘弁して。これは何のか。調子が出てきました。頑張りますね。コトゥはハムルーの蝶々さ、月の花に飾れ、こっちの虫は甘いよ。あまり手加減できなくてごめんなさい。さあ行くぞ。まだ終わらない。これがそれがしの覚悟だ。皆の者、決して死んではならぬぞ。気合十分、いざ尋常に。もうお手伝いするです。かけよ流星。私の願いは大地貫け。たあ、強い思いがあれば絶対負けない。
コツはハーレムの水面より火に誘われ逃げません。あまり手加減できなくて。これぞ奥義。まだまだこれからだ。逃しはせぬ。トモよ、力を貸してもらう。ぬるい、参る。行くですよ、兄様。行くぞ、はい、よく見よう。始めるです、兄様。では参る。行くです。また撃って駆けり食うぜ、兄様へ。我らが高め、ここに放つ一撃、受けられるものなら避けてみよ。これこそ我らが絆。これをこうやってこうするです。いちいち手間を取らせてくれる。ウォシス、どこにおる？隠れてないで出てくるのじゃ。無駄かな。さっきのはただの幻、過去の光景と言葉を繰り返すだけの虚像だもの。くにゃ、分かっておるのじゃ。そやけど、自信たっぷりやった割にはうちには物足りひんかったえ。アクルカをかぶせたとはいえ、所詮人形。力があっても意志がなければ敵ではない。しかし全くもって気に食わん。随分と上からの物言いではないか。もう勝ったつもりでこちらをからかっていたんですよ、きっと。頭は回るようだが、あのひねくれた性格はいただけんな。あれを一人で喋っていたと考えるととても滑稽なのです。全くじゃない。ですが、あの感じだとすでに鍵を使って目的を成し遂げたような。どうでしょう、足止めする必要があるということはそれなりに時間がかかるはずです。でもこれであの方は時間を稼ぎました。目的を遂げてしまったかもしれません。ここで考えていても拉致が開かぬ。前に進むほかないだろう。あっちへ進む。この扉なら私たちでも解除可能です。しばしお待ちください。もはや一刻の猶予もない。あの男の企てを阻止せねばならぬ。兄貴、どうか無事でいてくれ。